令和元年10月12日広島広域公園第2球技場にて2019中四国アメリカンフットボール学生連盟決勝トーナメント1回戦広島大学対高知大学の一戦が13時30分キックオフ予定で行われます。ただいまから試合開始前のコイントスを行います。この試合の勝者は手前側カラーブラックのユニフォームが広島大学、奥側ホワイトのユニフォームが高知大学です。広島大学が選択権を得て前半でチャンスをしキックを選択しました。広島大学キックオフ、高知大学リターンで試合が始まります。白色のユニフォーム広島大学のキック、白色のユニフォーム高知大学のレシーブで試合が開始されます。反則が発生しております。キュービーサーク、キック失敗、フィードボール失敗で無得点。ここで交際ボールをファンブル、ファンブルをしたボールを抑え込むのは広島大、したがって攻守交代、ターンオーバー。4番ハンドオフから左オフタップ付近を駆け上がり、エンドゾーン飛び込みタッチダウン。広島大学6点獲得。ロングゲインファーストダウン。パス成功、ファーストダウン。パス不成功。高知大学ファーストダウン。プレーナンバー 2-32 高知大学フォースダウン3。プレーを選択します。ギャンブル。高知大学ファーストダウン。高知大学スペシャルフォーメーション、ラインを一方に集め、そのロンリーセンターでの中央ラン、ファーストダウン。
バー2の33コーチ対ファーストダウンテランキング9番ワイドエースフォーメーションのレシーバーとしてキャッチアンドラー約8ヤードのゲインパス不成功ここでイエロークラッグ反則が発生しております。ディフェンスの反則です。パスインターフェア。キック失敗得点できず。ここで前半の時間がなくなりました。前半終了しまして広島大学7点高知大学0点インターセプト。ここでボールをファンブル。ファンブルをしたボールを抑えたのは高知大に従って攻守交代ターンオーバー。高知大学ファーストダウン。ランニバック36番スイープに見せかけてのパススペシャルプレーターゲット31番。しかしこれはパスキャッチできずボールオン自陣35ヤード。風に乗り相手陣2ヤード付近でボールデッド。パスの不成功。クォーターバック12番プレイアクションから4枚のパスでしたがこれはカバーされパス不成功。パス成功。ファーストダウン。ファーストダウン25ボールオンハーフウェイ。24番左に展開しようとしましたがこれは高知大71番がチャージしノーゲイン。ランニバック14番チャージを浴びながら中央突破。キック成功。3点追加。広島大学10点高知大学0点。パス不成功。フォースダウン3プレーを選択します。ギャンブル。ターバック10番自ら中央突破バースターン獲得です。ギャンブル成功。プレーナンバー4の33広島大学サーダウン2ゴール。ここで試合時間がなくなりました。ゲームオーバーです。試合終了となりまして広島大学10点高知大学0点で広島大学の勝利。広島大学決勝進出です。
学10点、高知大学0点で広島大学の勝利です。この点が一緒にリーグ2月2日目以降の広島大学が広島で上に勝った広島大学は順位決定戦へと進めます。ありがとうございました。